僕、夏目ちゃんの式神になる。ずっと夏目ちゃんを守ってあげるよ。現在の陰陽術は第二次大戦中に統括された日本呪術を洗練簡略化したものである。それを使用し、陰陽調は霊的災害、つまり霊災分の修復を行っています。それを主に担当するのが陰陽調の質問機です。空だっけ。こっちの方が涼しいからな。うん、赤座。あ、これも。ありえねえ。絶対先祖絡みの呪いだぜ。お前の血筋ならいかにもありそうな。お、来たぞ。あ？お、北斗？なんで携帯出なかったんだよ、バカトロ。夏期講習中だったっつーの。おお、さすがは赤点キング。オッケー、話は分かった。でも僕を無視した罪は重いよ。なんでお前にかき氷をおごらねばならんのかって、こら、人のまで食うな。自業自得だ。で、北斗、また例のお説教か。ハルトラ、決心ついた？陰陽師を目指す決心ついた？いや、ハルトラ、安倍の生命の子孫、土御門家の人間なのに国家陰陽師になりたいと思わないの？思わないわけないよね。普通思うよね。北斗、何度も言ってるだろ。土御門つっても俺はただの分家、しかも元気じゃねえんだ。霊気が見えねえ。俺には才能ねえんだよ。苦手なやつがやるより才能あるやつが継げばいいさ。それって本家の女の子のこと？そう、もう土御門家の時代当主に決まってて、この春から東京の陰陽塾に通ってる。俺ら普通の高校生とはわけが違う。何それ、悔しくないの？変な期待も受けずに気楽なもんさ。本当に、え、
本当に誰もハルトラに期待してないって思ってるの？そりゃ嘘つき嘘つき。ハルトラ垂れてるぞ。うわっ、あ、おもらしだ。うっせ、やっべえ。はい、おおう、サンキュー。進路相談はそのくらいにして、明日どうする？うん、当時は春に引っ越してきたから初めてなんだよね、花火大会。うん、明日はうち来るだろ。診察終わったら一緒に行こうぜ。んじゃそうするか。うわ、また聞いてきた。それ俺の。またね、当時。おお。陰陽師になれ、バカトラ。うっせえよ、帰れ。なんであんな風になったんだか。去年まではわりかし普通だったのに。まああいつは謎多き女だからな。分かってねえんだ、今の土見方は名門どころか日陰者。夜行のおかげでか。いや、あいつひょっとしたら薄々気づいてるのかも。別の学校のくせにやたら詳しいし。どう思う？さあ、何しろ謎多き女だからな。アルトラ、ん？お前本当にその気はねえのか？お前まで。俺に才能ねえのは知ってるだろ。才能じゃなくてやる気の問題だ。ガキの頃考えたことはあったけど。お前は才能あると思うわな。明日な。おう。私は3人か。東京にいるはずじゃ。そっか、夏休みか。お久しぶりです、ハルトラ君。おじさまは、おじさまとおばさまはお元気ですか？元気だよ、二人とも。ちょっと会ってく？いえ、あまり余裕がありませんので。いつ帰るの？1週間後です。そっか、大変なんだろうな。授業は問題ありませんが、むしろしきたりの方が。あ、いえ、何でも。友達とかできた？友達ですか？私には土御門家次期当主の義務があります。無益な日々を送る余裕も、友人を持つ暇もありません。ちょっと真面目すぎね？ハルトラ君とは違いますから。天才様は言うことが違うぜ。事実を口にすることに天才も凡人もありません。何です？可愛くね。ご心配なく。ハルトラ君に今の生活を改めろとは言いません。どうぞご自由に。土御門家は、私たちの家は、私が一人で守ってみせます。おやすみなさい。Thank you.
待たせたな。どんな具合だ？良好だよ。親父さんのおかげでな。都内渋谷区で発生した霊災はフェーズ3へと移行し、現場は騒然としましたが、陰陽町の襖間によって修復されました。このように、あ、オンアロマヤ天狗スマンキソワカ、オンヒラヒラケンヒラケンのオソワカ、すっげえな。あれは十二神将だ。国家一級の陰陽師だからな。東京ってのは物騒だな。あいつがギスギスするのも無理ねえや。うん、分家の人間が本家の人間の式神になる。さすが急か。それらしいしきたりだな。俺元気じゃなくてよかったかも。あんなひねくれたやつの式神なんて。そうか、素直な女じゃねえか。はあ、要は自分から私は孤独ですって言ってんだろ。私が一人で守ってみせます。まさか。そう落ち込むな、失恋の一つくらい。ちょ違う。失恋？誰が誰に？北斗。あ、うん、その格好。お祭りだから悪い？らしくないというか、意外すぎて目を疑う。いや、肝を潰され。あ、でもすげえ似合ってる。そう。いつもより大人っぽいし。ありがとう。さて、じゃあ行くか、お二人さん。どっちがいい？こっちこっち。浴衣で全力疾走すんな。たく、潮らしいのも一瞬か。速攻でいつもの北斗に戻ったな。ハルトラー、これ面白そう。射的か、懐かしいな。いいか、こういうのは手前の軽いやつを狙って確実に。外れた。聞けよ人の話を。あれ欲しいんだもん。取ってよハルトラ。なんで。わかったわかった。だけど外しても怒るなよ。俺の1000円がラストだからな。ダメなら諦めるんだぞ。ねえハルトラ、今話しかけんな。あれ取ってくれたら。だから話しかけるなって。キスしてあげる。僕と、お前。ん？何？いや、あの、今取ったら。何？どうかしたの？ハルトラ。いつの間にそんな技を。さっきから何言ってるかわからないな。なんだよこれ。シャボン玉セットだな。欲しかったのはこっちだもん。あ。かわいいよね。おう、かわいいって言え。わかった、かわいい、かわいいってば。本当？本当本当、お前は超かわいいです。勝った。まったく、最初からかわいいって言っとけばよかったのに。おい待て、お前は俺にかわいいと言わせるためだけに慣れない浴衣着て射的屋のリボンに1000円以上払わせたのか。勝利。負けていいよ。大事にするね。好きにしろ。でもそれ原価とかすげえ安いぞ。いいもんだって。なんだよ。いいの。
マスター、この店カード使える？あいつどこ行ったんだ？お、何書いてんのお前。アルトラ、こんな時までなんだよ。僕はただアルトラのために。なあ北斗、確かに俺はダラダラと締まらない毎日を過ごしているかもしれない。でも俺はこんなくだらない日常が気に入ってる。お前らと過ごす生活を壊したくないんだよ。お前は違うのか？僕はそれでもカルトラは陰陽師になるべきだと思う。嘘つき。ステーションだな。え？なあ、俺が悪かったのか？いや、北斗だな。お前は単にダメなだけ。めでたく2夜連続失恋か。やめてくれ、マジでへこんでんだ。お前がへこんでんなら北斗はもっと、で、追っかける気合が欲しいなら一発殴ってやろうか？いや、遠慮しとく。元ヤンのお前の一発はシャレにならん。俺が失いたくなかったのは当時と北斗のいる日常だったはず。ねえ、そこの天才児、私の実験に付き合ってくれない？土帝夏目。あいにくだな、俺はただの一般人。土帝くんはこっちだ。おう、え、あんたは？確かに俺は土帝だが、雑誌で見たことあるな。最年少で十二神将になった神道大蓮寺鈴鹿だな。一般人にしちゃ詳しいじゃん。しかし私クラスの天才児って聞いたけど、なんかアホそうだわね。だから俺は。話を合わせろ。なんで？面白そうだからだ。お前な、俺になんか用かよ。言ったでしょ、実験に付き合ってって。土帝夜行が行った大呪術、大いなる魂のメソッド、大山福雲祭にね。大蓮寺鈴鹿、陰陽法に基づき近所甲子沖で拘束する。十二神将がなんで呪詛官に？投降しろ、抵抗するなら命はない。陰陽調整人造式モデル M3 アシュラだ。
一緒に来てもらうわ。やめろ！ハルトラを離せ！北斗、バカ、クルダ！ハルトラ？どういうこと？やめ！ブスブス！舐めてんの？分家のハルトラ君。いや、そんな。土御門夏目に伝えなさい。必ず捕まえてやるって。伝えなかった。チンコ燃えちゃうから。ところで、あれって彼女？違う。じゃあ、遠慮なく。Shit, shit, 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 shit